美保順は日本の女優、タレント、コメンテーター。本名はソネチ代美静岡県静岡市出身。ノックアウト所属。静岡市出身。実家は気候業を営み。父は家具職人。兄と姉がいる。中学生時代。部活はバレーボール部に所属。静岡聖火学園高等学校中退。静岡市内のデパートキングの後。 1980年にディスコクイーンコンテストへ出場して優勝する。その後上京して広告代理店でアルバイト中にスカウトされ、1981年に映画制服処女の痛みで主演デビューする。1982年には映画ピンクのカーテンでブルーリボン新人賞を獲得した。隣のお姉さん的な親しみやすいキャラクターで週刊誌のグラビアなどに登場して、 人気を博し、デビューから約1年後には、一般映画にも出演した。男は辛いよで、タコ社長の娘、アケミ役などに抜擢される。現在も多くの映画、テレビドラマ、バラエティに出演し、活躍している。NHK 日本テレビ TBS、フジテレビテレビ朝日テレビ、東京ワウワウ TBK ファット、風に吹かれて、端末のプロフィールも、 1961年生まれとなっている。また、年齢の一切詐称は平成に入るまで続いていたようである。美容目的というよりは元に戻すことを前提にした内容であったという。また、美容外科医から美容目的の内容も進められたというが、これ以上直すと未補順ではなくなってしまうと拒否したことも告白した。ありがとうございます。